5月25日水曜日の全国の天気をお伝えします。那覇は雨のアイコンが出ていますね。午前を中心に強い雨や雷雨に注意が必要です。その他の地域は広く日差しが届きます。ただ西日本や東日本の山沿いや内陸の地域では午後はにわか雨や雷雨の可能性があります。もくもくとした怪しい雲が近づいてきたら急な雨のサインです。北海道も晴れるところが多いものの急な雨や雷雨の可能性がありますので念のため空の変化にお気をつけください。日中は各地で気温が上がり汗ばむ陽気となりますのでこまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますのでぜひご活用ください。